スティールパンサーはアメリカ合衆国出身のグラムメタルバンド。1980年代の音楽スタイルをリバイバルしたグループの一つ。当時一大ムーブメントだったヘアメタルの要素を取り入れ、全米チャートでも上位にランクインするなど人気を博している。L.A. ガンズに在籍していたマイケルスターを中心にロサンゼルスで結成。初期はデンジャーキティ。 メタルスクールと名乗り、ハリウッドのサンセットストリップで1980年代にヒットした夏メロヘビメタル、ハードロックの楽曲をカバーするコミックバンド、トリビュートバンドとして活動していた。1980年代の LA メタル風を取り入れたコミカルなパフォーマンスや MC、音楽的パロディが口コミで話題を呼び、出演するクラブには毎週体制のハードロックファンが詰めかけ、 ソールドアウトになるほどの人気を得た。そして2009年、鋼鉄の目標で、ユニバーサル・リパブリック・レコードより、メジャーデビューを果たす。2014年、独立レーベル、オープン・ e ミュージックを設立し、サードアルバム、鋼鉄の縁をリリース。2017年、ホースアルバム、鋼鉄酒場、をリリース。スタジオアルバムその他、ありがとうございます。